申し込む。元テレ朝アナが整形疑惑中傷記事で睡眠時無呼吸につい見てしまう。元テレビ朝日アナウンサーでフリーアナウンサーの南美希子61が5日放送の TBS 医療バラエティー名医のサタエコ版月曜5700に出演。番組の密着の結果、痩せ方睡眠時無呼吸と診断される。今回は人生を変える正しい睡眠スペシャルと題して、芸能人の睡眠事情を調査。検査で南の体に見つかった異変が、肥満体型の人に多い睡眠時無呼吸だった。スマートな体型の南が症状を発症した原因の一つは就寝前のスマホ。番組に出演する医師によると、就寝前にスマホを使用する場合、大した照度ではなくても、周りが暗くなってから光を見ると、瞳孔に直接に光が入ってくるため、交感神経を緊張させてしまい、目つきを悪くしてしまうという。このことを指摘された南は、整形とか書かれて自分の記事をついつい見てしまうと、就寝前にスマホをいじる理由を説明。自身に対する誹謗中傷の記事のせいで睡眠不足に陥っていることを告白する。